11月9日、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、防火キャンペーンが南西地区で行われました。このキャンペーンは、火災予防の一層の普及を図り、火災の発生を未然に防止することを目的に行われている秋季全国火災予防運動に合わせて毎年開催されています。この日は、島防火協会南西支部、島消防署男性分署、南伊勢町消防団の方々が集まり、牛トラ5カ所点前で走行中の車に防火意識の向上を呼びかけました。また南伊勢町のキャラクタータイミーも参加し、防火の旗を掲げながら道行く人たちに防火パンフレットなどを配りました。日没後には火災予防パレードも行われ、空気が乾燥する季節に向けて町内に注意を呼びかけました。11月の9日より、15日まで秋の全国火災予防週間が始まりました。それに伴いまして、私たち防火協会は、火災に対する宣伝活動として街頭広報を行っております。南伊勢町から、火災が出ないように、火の元には十分注意していただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。